か？あ、いい匂いだな。獣肉のビリヤニだ。ちょっと買っていこうぜ。じゃあ今追加するぞ。へえ、旅人とパイモンじゃないか。まさかこんなところで会えるなんてな。こんにちは、久しぶりだね。おお、またお前たち二人組か。リシア、お前って砂漠に戻ったんじゃなかったか？ボディーガードの仕事を辞めただけで、喧嘩したってわけじゃないんだぜ。ドニアザードとはいい友達だからな。風魔家はまだ人手を募集してるし、報酬も手厚い。私にしたって仲間たちにしたって断る理由はないだろ。ここ数日リシアはうちの仕事を引き受けてくれてたの。だからそのままうちに泊まってもらってるのよ。お父様もお母様もとても喜んでるわ。前にリシアがいなかった時なんか、まるで家族がいなくなったようだなんて言ってたもの。そりゃ大げさすぎますよ。旦那様と奥様はいつも本当に親切で、仕事は終わったし、ちょっと買い物したら旅団に戻る予定だったんだけどさ、旦那様がどうしてもあと一泊していってほしいとおっしゃって。もう2、3日泊まっていったっていいじゃないの。お父様がまだリシアに得意料理を振る舞ってないわ。私が暇に耐えられない人間だってお嬢様は知ってるでしょうが。気にすんなって、また機会はあるからさ。お前はすごいな。得意料理って聞いてもちっとも動揺してないぞ。あ、そうだ、前に今度砂漠に連れて行ってくれるって約束したでしょ。今日出発するのはどう？まだ見ていないところがたくさんあるの。申し訳ないが今日はまだダメだ。旅団には処理しなきゃならないことも残ってるし、最近は砂漠の方も物騒だしな。今日も先延ばしにする気ね。前回もそうだったわ。前々回も。ごめんごめん、もうちょっと時間をくださいよ。ちゃんと手配しておくから。わかったわ。でも単なるわがままじゃないのよ。実はそのある種の勘みたいなものというか、今回うちに来てくれた時からリシアが妙に焦っていて落ち着かない様子でいること、私気づいてるの。何か困ったことがあって、それで私たちの約束を何度も先延ばしにしてるの？いやいや、お嬢様の考えすぎですよ。それじゃあ約束できる？友達っていうのはお互いに嘘をついてはいけないのよ。ディシアがうなずいてくれるなら私はこれ以上聞かないことにするわ。でももし本当に何かあるならちゃんと私に教えて。何とかしてあなたを助けるわ。ドニアザードの言う通りなんじゃないのか？はあ、お嬢様と来たら全く手に負えないぜ。どんなこともあんたには隠し通せないみたいだ。傭兵界隈のことなんかお嬢様は知る必要がないと思ってた。知ってもいいことはないからな。リスクを避けて利を取る弱肉強食の世界、こことはだいぶ違うんだ。でも私たちは親友でしょ。リシアの悩みがわからなかったらサポートしたり手助けしたりできないじゃない。お嬢様、そこまでこだわる必要なんかないでしょうに。はあ、本当に参ったな。じゃあ場所を変えよう。
ここはあまり良くない。ここにしよう。なるべく人目を引かないように。エルマイト旅団はかなり人が多いし、構成も複雑だ。私みたいにモラを稼ぐためにあちこちで仕事を探している傭兵がそこら中にいる。私のいる旅団は至高の猟銃って名前で、規模は大きくない。だがうちが受け入れてるのはみんな気骨のある切りがたい連中ばかりだけどな。モラのためなら道徳だってきれいさっぱり捨てられるような旅団もある。中でも一番悪名高いのは神王のレリクスって旅団だ。神王？エルマイト旅団の奴らにとっての神様で王様って言えば。そう、あんたらはアフマルの目とやり合ったことがあるって聞いた。あいつらは神王のレリクスに付属する旅団の一つだ。おう、神の缶詰知識を売ってたあの旅団だな。確かにいい奴らとは思えなかったけど。神王のレリクスはいくつもの似たような旅団で構成されてて、本部が上から下までを全部管理してる。本来なら奴らとは一切関わりたくないところだが、今回騒ぎを引き起こしたのはアフマルのヒゲって旅団なんだ。ヒゲ？アゴヒゲのことだよ多分な。バカな名前だってことは言わなくても分かってるぜ。私も昔から大嫌いだからな。だが要点はそれがクセラ親父の旅団ってことだ。言いにくかったわけは少し分かってきたわ。でも彼らが一体何をしたの？詳しいことはやっぱり言わないでおくよ、お嬢様。とにかく奴らはかなり多くの暴力沙汰を起こした。100件以上か。そんなにたくさん？ああ、それに現場の状況もかなり凄惨だ。奴らは金品を全部奪った後、口封じに人を殺すんだ。被害者はキャラバンや一般人にとどまらず、他の傭兵団にまで及んでる。もう敵と味方の区別すらしてないのね。モラルがないにも程があるわ。この件に関して神王のレリクスの内部がどういう態度でいるのかはわからないが、ここ数年奴らはますます大胆になってきてる。このまま見て見ぬふりをしていれば、私の旅団もアール村の人たちもいずれは奴らに狙われるかもしれない。親父のやつ、ここ数年一体何考えてんだ？お前の親父ってそんなに恐ろしいやつなのか？人は変わるもんさ。記憶じゃ前からろくでなしではあったけど、一線を越えるようなことはしなかった。高い評価とは言えないみたいだな。そうじゃなきゃアフマルのヒゲを出て親父と関係を断つわけがないだろ。親父は大雑把ですごく騒がしくて適当なやつだ。毎日毎日まともなこともせずに酒を浴びるほど飲んで、それにスケベだった。旅団の船員たちと一緒になってよく一晩中はしゃいでたよ。うわ、悪夢みたいだな。お母様は彼らを止めないの？残念だけど母親が誰なのか私は知らないんだ。ごめんなさいディシャ、私そんなつもりじゃ。気にしなくていいさ、お嬢様。傭兵には私みたいな奴が多いんだ。親父がスケベだって言ったろ。私はそうやって生まれたのさ。親父も私の母親が誰なのかわからないと言った。母親も私に会いに来たことは一度もなかった。親父はいつも父さんがいれば大丈夫だなんて言ってたが、ほとんどのことは旅団のみんなに任せて親父は物語を語ってくれる程度だった。でも親父はセンスが本当になくて、物語のレパートリーは少ないわ。
古くて時代遅れのものばっかりだわでさ、砂上の勇者が森にいる巨竜を倒したとか、傭兵があらゆる困難を乗り越えて反乱軍から姫を救い出したとか。どれもありきたりな童話だな。ああ、1回や2回ならまだ新鮮に感じられるかもしれないが、10回目や20回目にはもう聞き飽きてたよ。でも親父は飽きもせず、むしろどんどん夢中になって、旅団にいる仲間たちまで呼んで芝居をさせたりしてた。用意してくれるおもちゃも物語の中の道具とか鎧とか、それに盾、それからおもちゃの剣ばっかり。後になってようやく分かったよ。親父は私のために物語を語ってたんじゃなくて、あいつ自身がそうやって遊ぶのが好きだったんだってな。うわ、変なやつだな。まあな、子供の頃は幼稚な人だとは思ってたが、どうしようもないやつだって思ったくらいで、嫌いとまでは言えなかった。でも大人になってから神王のレリクスのしてきたことをたまたま知ったんだ。略奪、脅迫、暴力、詐欺、そんな全ての悪行が組織の中で自慢の種になってるなんて思いもしなかった。親父や旅団の奴らは英雄なんかじゃなくて、物語の中じゃ倒されるべき悪人だったんだ。まさか見せさえしなければ私が永遠にわからないとでも思ってたのか。あなたの気持ち、わかるような気がするわ。現実との落差を感じてしまったのね。そうだな。でも大丈夫さ、お嬢様。もう過去のことだからな。親父と大喧嘩した後は私が出て行って、それ以来一度も戻ってない。今回、調査に関わることにしたのも、親父に何か感情を抱いてるからじゃない。単に周りの人を守りたいだけだ。うん、仲間たちがいろんなところから情報を集めてる。報告のほとんどは暴力沙汰だが、違法取引に関するものもある。そうなのね。でもそれってとても危険なんでしょ。まあな。でも傭兵の一生は常に危険と隣り合わせさ。私はこういう生き方を楽しんでるぜ。でもあなたのことを大切に思っている人にとってそれはとても重い負担になるわ。だからあんたに言うつもりはなかったんですよ、お嬢様。どうしよう、二人とも一理あるぞ。え、あんたまで巻き込まれる必要はないだろう。こいつはすごいんだぞ、ドニアザード。こいつとディシアが手を組めばこんなことはパッと解決だ。うん、わかった。彼がいてくれれば確かに安心できるわ。じゃあ私はシティであなたたちからの情報を待っているわ。どうか無事でいてね。心配してくれてありがとな、お嬢様。それじゃあ出発しよう。まずはキャラバン宿駅に行って、至高の領獣へ、私の仲間たちに会いに行こう。くれぐれも気をつけてね。シティであなたたちからの情報を待ってるから、絶対に無茶はしないでね。また見識を開。みんな本当に大丈夫よね。
ああ、ディシア、戻ってきたか。この二人は君の友達か？おお、なら俺たちと一緒だな。新しい奴らもいることだし、俺からアフマルのヒゲについて簡単に説明させてもらうよ。奴らはやり方を選ばず、自分の仲間たちを直接モラを巻き上げるターゲットにしてる。それも普通の傭兵団だけじゃない。同じ神王のレリクスに属する旅団も奴らに襲われる。凶暴で残酷な獣でさえ己の血肉と群れを守るのに、あいつらは全然気にしちゃいない。そう、傭兵から価値のあるものを奪ったら、奴らは他の旅団や闇市の商人にそれを転売する。一部のモラは食料や武器と交換され、すぐに次の暴力行為に使われる。ひどすぎるだろう。ああ、だから俺たちも気になってるところなんだ。奴らがこんなにモラを渇望してる理由は何なのかってことだな。この前、ヒシャムと一緒に奴らをつけ、商人に化けて奴らとやり取りした。そしたら、案の定とんでもないことが分かったよ。財物を奪うというよりは、内輪揉めだな、あれは。待て、内輪揉めだって。そうだ、被害者の中で神王のレリクスに属する旅団の比率がとても高いんだ。単にモラ目当てなら相手は誰でもいいわけで、こんな風に明確な目標を狙う理由はないはずだ。でも内輪揉めだと解釈すれば辻褄が合う。だが残念ながら奴らは口がとても固くてね、これ以上の情報は得られなかった。ただアフマルのヒゲが活発に動いてたここ数年で、神王のレリクスの勢力はどんどんそがれていってるそうだ。確かにおかしい。こっからの調査は私たちに任せろ。でも私がいなかったこの数日間のうちに、あんたらが直接話を聞き出しに行ってたなんてな、あまりにも危険すぎやしないか。まあ気にするな。これは君の親父さんの旅団だろ。俺たちは君よりも心配してるのさ。そう、それにあんたがしてきた危険なことの方がよっぽど多いだろう。あんたに比べれば俺たちのしたことなんか大したことじゃないって。二人が取引に出かけている間に俺は被害者の拠点を確認しに行った。生存者はおらず、生き残った者はみんな逃げた後だった。拠点に価値のある者は何も残っていない。ヒシャム、ハラフ、あんたたちも来たのか。あんたが帰ってくるのを見かけてな、すぐ駆けつけてきたんだぜ。そっちの新しい友達は一見まだ未熟そうだけど、ただならぬオーラを感じる。あんたのそばにはすごい助っ人がいるみたいで、俺たちも安心さ。オイラはどうなんだ。 あんたも一緒に行くのか。もちろんだぞ。オイラはこいつの一番大切なガイドなんだからな。こいつがどこに行こうが、オイラはついていくぞ。それじゃあディシア、彼女の面倒をよく見てやれよな。オイラのことをバカにしてるのか。こう見えてもこいつは今まで数々の危険な場所に行って、最後にはいつも無事でいたんだぜ。たとえ偶然だったとしても、ここまで偶然が積み重なれば相当なもんだって言えるだろう。そうだったのか。俺としたことが見た目で人を判断してしまったな。そうだディシア、時間があったらお前のスケジュールを副団長に教えてやれ。この間の新人募集の時、みんな資料の獅子の名前目当てにやってきたのに、ちょうどお前が留守でここにいたのは男ばっかりだった。副団長はあちこち駆け回ったんだが、結果はかんましくなって残ってくれる奴はあまりいなかった。とても悲しんでいたぞ。悪い、またいい酒でも何本か持っていくよ。こないだは急いでたからわざわざ帰ってくるのも面倒でさ。でもそいつらの選択は正しいと思うぜ。リシアがいなけりゃ確かにここは魅力的な場所じゃないもんな。副団長が何とかして何人かイケメンや美人さんを捕まえてきてくれたらよかったんだけど。よせよ、
前に女性の傭兵を二人呼んできた時なんか、あんたらどいつもこいつも当眼みたいに座ったままで息もできなくなってただろう。本当に不気味な沈黙だったぜ。彼女たちは入団するつもりだったのに、あの食事の後は怖がって逃げちまってさ。そんなことはもういいだろ。こんなことがあったのか。俺は知らないが。あの時君はいなかっただろう。いなかっただと？こんな千載一遇のいい時を逃してしまった上に、お前らは誰もこのことを教えてくれなかったのか。まあまあ、分かった分かったって。後で教えるから暴れるな。いや、ごまかせると思うなよ。それにヒシャム、お前もだ。早く来い、詳しく教えろ。お前たちっていつもこんな感じなのか。そうだ、傭兵の間には細かいルールなんかないのさ。思いついたことは何でも言う。すっごく自由だ。もし切れるようなことがあれば罵ってやればいい。それでも気が済まねえなら直接手を出したっていいぜ。みんなそんなこと気にも留めないから、すぐ過ぎ去っていく。不満を表に出せず永遠に交流を断ち切っちまうよりはマシだろ。だからあいつらと話してるときは私も手加減しないんだ。笑うべきときは笑って、罵るべきときは罵る。すっごく気持ちいいぜ。風舞家にいるときはそんなことできないけどな。おい、あんたら、喧嘩は後にして、まずは情報をくれ。聞いてるのか、ハラフ。先に仕事を済ませろ。俺はルートマップを書いてみたんだ。この場所で奴らが盗品を売るのを手伝ってるキャラバンを止めることができる。まずはどこかに隠れるといい。夜になれば必ず犯人も盗品も全部抑えられるはずだ。わかった、ありがとな。他の奴にもよろしく伝えといてくれ。安心してくれ、君も気をつけて。リシアが連れてきたあの二人の女性は死霊の獅子と並び称されるほどのスーパー傭兵だったんだって。あの三人が一緒にいると迫力が半端ないんだぞ。あの時俺はビビってただけだ。情けないな。黙れ。君はその場にいなかったからそんなことを言えるんだ。全部丸み。なんだってそんないい機会を逃してしまったんだ。あんたのことはよく知ってる。あんたがその場にいたとしても俺たちと同じだって。
み道はありません。実験の相手を間違えた。どうやらここみたいだな。まずは隠れて木を見計らおう。衝突することになるかもしれないから気をつけないと。安心しろって、こいつは喧嘩上手だからな。もちろんそんなことは心配してないさ。やりすぎないように気をつけないとって意味だよ。情報も得なくちゃいけないからな。奴らが来たようだ。準備はできてるな。即戦即決。奴らが反応できる前にやっちまおう。裁きの雷。行くぞ。ふん、やあ。ふん。よ。これを。よっ。ふん。ふん。て。次行くぞ。治療の指示。ほう、長々説明しなくて済みそうだな。さっさと言え、アフマルのヒゲとはどういう関係だ。奴らの狙いは何だ。ふん、モラをもらって仕事をする以上、傭兵が雇い主の情報を守るのは基本的な原則だ。俺がハクトでも思ってるのか。素人相手ならそんな言葉も効果的かもしれないが、結局あんたはモラを稼ぐために自分の信用と評判を守りたいだけだろ。だが商売をするには他にもいろんなものが必要だな。例えばその手や足、そしてあんたの目。5秒だけ時間をやるよ。雇い主の情報が本当にそれほど重要なことか、よく考えてみてくれ。おいおい、冗談を言ってるんじゃないぞ。どうすれば人が一番苦しむのか私はよく分かってるからな。残り2秒だ。ふん、手を煩わせる必要なんてねえよ。おい、あんた気が狂ったのか。こいつ自分の舌を噛みやがった。早く貨物の中に薬がないか探してくれ。予想外だったぜ。幸い舌の状況はひどくない。痛みで気絶しただけらしい。なんでそんなこと。こいつと威勢を張り合うつもりだった。そこらの傭兵と同じように苦もなくこいつから情報を聞き出せると思ってた。まさかこんなきつい方法を使ってまで情報を守ろうとするとはな。どうするんだ。こいつもう気絶しちゃったぞ。目を覚ますのを待つのはいいけど、でもやっぱりこれ以上続けるのはやめておこうぜ。ああ、安心しろ。こいつみたいなやつから聞き出そうとしたって時間の無駄だ。それにそんなことしたらまた自分を害そうとするかもしれない。ここに貨物がたくさん置いてある。調べてみよう。悪いと思ってるよ。Thank you.
る紙を見つけたぞ。何かの記録じゃないか。見せてくれ。キャラバンなら財務記録は欠かせないはずだ。うん、やっぱりな。アフマルのヒゲ、クセラ、イドリシ、バシャール、ティクリッティ、どれも覚えのある名前だ。奴らは取引で十分な食料と武器、そして薬を手に入れていた。前は缶詰知識もな。このキャラバンは物資輸送の一環に過ぎない。奴らは盗品をウリンに運んでモラに変え、そのモラを指定の人物に渡してるんだ。指定の人物が奴らに物資を届けに来て、奴らはそれをアフマルのヒゲに渡す。おかしい。なんで最後の物資輸送については金額が記録されてないんだ。金額がない？ああ、それまでの全ての取引はどれも金額がはっきり記録されてるけど、最後の物資だけ配達完了っていう簡単な記載しかないんだ。確かにそうかもな。でも盗品がいくらで売れるかはわからないはずなんだが、奴らは商売の時さほど端数を気にしてないってことか。まあいい。次は物資の出所に関する記録だ。どれもウリンの方から来たはずだけど、こんなにあるぜ。え？どうしたんだ？さっざま、風舞。風舞？あ、ドニアザードの家のあの風舞なのか？名前がたまたま同じだっていう可能性はないか？名字も名前もたまたま同じなんてことあるわけないだろ。サッザマンはトニアザードのお父様、フーマイ家の旦那様だ。これは一体。すまん、あんたの言う通りだな。落ち着いて情報を整理しないと。ここに書いてあることからすると、フーマイ家がアフマルのヒゲに物資を提供したのは確かなことみたいだ。もしかしたらそれは普通の取引で、フーマイ家は何も知らないかもしれないぞ。その可能性もある。でももしこれが普通の取引なら、なんでこのキャラバンはわざわざ特定の人物から物資を購入する。キャラバン宿駅やオルモス港で直接購入できるのに。ああ、暴力や略奪行為への援助な。そしてその人物がもらった代金は返礼とみなされる。それじゃあ動機はモラのためか。でもドニアザードの家はモラに困ってなんかないだろう。わからない。私はよく風舞家に出入りしてるが、おかしなところは何も見当たらないんだ。モラといえばマリン病の治療のために莫大な費用が必要だってことくらいしか思いつかないが、もしかすると借金を返済するためとかか。でもこれはあくまでも推測だ。旦那様がこんな方法でモラを稼ぐとは思えないんだが。うん、お嬢様がこのことを知ってるとは思えない。それに私はお嬢様のことを信じてる。あえて私たちに隠したりなんかしないはずだ。でもそしたらこれからどうすればいいんだ。調査しないといけない謎がまた一つ増えたな。ああ、私から見れば後戻りの選択肢なんかとっくにないさ。大丈夫だ、旦那様とお嬢様を信じてる。結論を出すにはまだ早い。とりあえず戻ってお嬢様に会おう。このことを一から全部話してお嬢様が協力してくれるかどうか聞いてみるんだ。もしかしたらこの記録のことだけじゃなくて、ついでにアフマルのヒゲの奴らを見つけることにもつながるかもしれない。
うん、でも本当にいいのか？助けてもらえなかったらただただこっちの情報を漏らすだけになるかもしれないぞ。うん、それでもお嬢様に現在の状況を伝えたいんだ。これは友達同士の信頼さ。出発する前、お嬢様は私をとても心配してくれた。その真心に疑いと警戒で答えることはできない。それは私のやり方にそぐわない。わかった。オイラだってドニアザードを信じたいんだ。ああ、戻るぞ。スメールシティに。戻ったよ、お嬢様。お帰りなさい。思ったより早かったのね。トラブルには巻き込まれずに済んだみたいね。どうだったの？真相は突き止めた？実はまだ調査中でね。ちょっとおかしなことに出くわしたんだ。なるほど。つまり手がかりはまたスメールシティに戻ったということ？うん、だいたいそんな感じだ。みんなちょっと気が沈んでる？やっぱりあまり良くない方向に行っちゃったの？それなら私にも聞かせてちょうだい。もしかしたら前向きな考えを分かち合えるかもしれないわ。いや、お嬢様、私は自分のことで悩んでるんじゃなくて、その、なんて言えばいいか。やっぱり何かおかしいわ。さっきからあなたたち二人も口を聞かないし、いつものパイモンなら元気そうに私に手を振って、おーい、ドニアザードーって呼んでくれるのに、やっぱり何かあったのね。それは。お嬢様、これからの話、ちょっと心の準備が必要です。これは旦那様についてなんですが。お父様のこと？わかった。ちゃんと聞くから、私のことは心配しないで。お父様は、物資をアフマルのヒゲに送っていたの？うん。私たちも全然わからないんだ。旦那様の人柄を疑ったことは一度もない。だからよりわからなくなる。なんで旦那様は悪い奴らに手を貸したのかって。もしかしたら旦那様はたまたま取引に関わっていただけで、裏で何が起こってるのかを全然知らないのかもしれない。ええ、私もそう思うわ。え、お前も？こんなことを教えてくれてありがとう。あなたたちは隠さず全てを話してくれたんだから、私も今まで抱いていた疑問をあなたたちに話すべきね。お父様が私にボディーガードをつけたのは、私が勝手に外に出ないように見張るためだと思っていたわ。でもシティにいる30人団にはふさわしい候補者がたくさんいるはずなのに、どうしてお父様はあえてディシアにしたのかしら。それは前に風魔池が護衛を必要としてるからって、私たち思考の領中に連絡してきたんだ。その後
旦那様は私の腕が印象に残ったとおっしゃって、どうしても私をボディーガードにしたいと頼み込まれて、報酬もとても魅力的だったし、それで引き受けたんだ。それならまた同じ質問になるわね。どうしてお父様は至高の猟銃に連絡したの？30人団の人手が足りなかったか、あるいは知り合いに紹介されたか、今まで詳しく考えたことはなかったが、わかった。もしかして全部偶然じゃないって言いたいのか？その通りよ。全て筋が通っているように見えるけれど、よく考えてみると不自然なところがたくさんあるの。でももしお父様がずっとアフマルのヒゲと何らかの接触を保っていたなら、リシアがうちに来たのも偶然ではないはずよ。まさかリシアをボディーガードとして雇うことの方が目的なのか？いやいや、それは考えすぎだろ。親父とはもう長いこと連絡なんか取ってないんだ。私が何をしようが親父とは関係ない。でもあなたのお父様が一方的に何かをした可能性は否定できないでしょ？うん、どうやら旦那様が何も知らない被害者である可能性はあんまりないみたいだな。ごめん、お前まで巻き込んじゃったな。謝ることはないわ、アイモン。むしろあなたたちに感謝したいの。理由はどうであれ、もしお父様が本当に悪者を援助しているのなら、私はなるべく早くお父様を正気に戻すべきだもの。こんなこと本当にいいのか？親父は数々の悪行を働いてきたし、罪を問われても当然だ。私はちっとも同情なんかしない。たとえ親不孝者だって言われてもです。でも風間家の人たちはすごく待遇のいい仕事を与えてくれて、私のことをよく気にかけてくれています。なのにこの件の結果は風間家全体を巻き込むことになるかもしれない。もしそうだったら、私は恩をあだで返すようなことをしているんじゃ。リシア。大丈夫よ、リシア。私があなたにそうさせたと言えばいい。やめてください、お嬢様。私は責任を取ることを恐れてるんじゃない。それに今一番苦しいのはお嬢様の方なのに。まだそんなことにはなってないだろ。それに、なんて言ったっけ、そう、信頼。そう言ったのはディシア、お前自身なんだぞ。真実にたどり着くまではどれだけ考えても意味がないんだ。確かにそうだな。ありがとう。そうだよな、信頼はどんな時でも大切なんだ。じゃあお嬢様、旦那様に来ていただいてお話をしてもいいですか？ええ、筋の通った説明をしてくれることを願っているわ。じゃあいつもの場所で会いましょう。いつもの場所？おう、分かったぞ。浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。
ご足労ありがとうございます。旦那様、紹介します。こちらは旅人、隣にいるのは彼のガイドでパイモンです。以前うちの娘と共に経験したことについて少しだけ耳にしてるよ。今日お二人に会うことができて本当に光栄だ。では手短に話そうか。重要なことというのは？まずこちらの取引リストをご覧いただけますか。ちょっと気になることがあって。やはりこのことか。どうやら隠そうにも隠せないみたいだな。旦那様、ご説明いただけますか。これはとても複雑な話だ。私自身、自分のやり方が正しかったかどうかわからない。しかし確実に言えるのは、ディシア、この話を君が聞いてもいいことは何一つないということだ。それどころか君は傷つくことになるかもしれない。私が？そう。君たちが私に会おうとした理由はよく理解できる。君たちの見せた正義感にも私は感動してるんだ。だが知識は決してあればあるほどいいというものではない。真実は隠されていた方が幸福ということもあるのだからね。私も君の父親のクセラもそう望んでいるんだ。君には真実を知る権利があるが、私は君に警告しなければならない。この真実は、君がこれまでの人生で積み上げてきた全てを風に吹き飛ばされる黄砂に変えてしまうかもしれない。そしてクセラの注いできた心血も、君が真実を求めれば水の泡になってしまう。あいつの心血？私にはよくわかりません。旦那様、私はここまで歩いてくるのに、あいつの世話になったことなんか一度もありません。私には、私なりの信念や善悪の価値観があって、大切に思ってる人と物がある。全部、あいつには関係ありません。それに、私は旦那様を助けに来たんです。この件に関しては一歩も引かないし、揺るがされはしません。わかった。じゃあ、ある物語を聞いてもらおう。ロニアザードが生まれて間もなく、私たち一家はある用事で砂漠に行くことになった。だが道中で強盗に遭ったんだ。相手は数が多く、私たちのボディーガードも劣勢で体型を崩した。その時だった。通りすがりのエルマイト旅団が私たちを助けてくれたんだ。それがアフマルのヒゲ、クセラが率いた旅団だった。私たちを襲ったのもエルマイト旅団の連中だと彼らは教えてくれた。とても驚いたよ。どうして彼らは自分の仲間に手を出してまで私たちを助けたのかってね。クセラは笑って私たちのそばに来ると、まだ赤ん坊だったドニアザードをからかった。ドニアザードは怖がって泣きそうになっていたな。そんなことがあったの？助けた理由は特になく、ただ自分の子供もドニアザードと同じくらいの年だからと彼は言った。それから私たちは子供の話をしたよ。彼は心の優しい父親だと感じた。その恩に報いるために彼の旅団をしばらくの間うちの手伝いとして雇って、手厚い報酬を支払ったんだ。まさかそんなことがあったなんて。再び会ったのはそれから何年も後のことだった。その日、誰かがドアを叩いてね。ドアを開けても最初は全然誰だかわからなかった。健康でたくましかった彼は憔悴して弱々しくなり、歩く時には杖をつかねばならないほどになっていたんだ。そんな、私が出て行った時、親父はまだ元気だったのに。私にも何が何だか。ただ唯一彼の朗らかな表情だけは変わっていなかった。心配することはない、ただ殴られただけだと彼は言った。そして彼は突然こう尋ねてきた。ドニアザードはもう大きくなっただろうからボディーガードが必要じゃないかとね。当時ドニアザードのマリン病はどんどんひどくなっていたし、
出かける機会もほとんどなかった。もちろんボディーガードなどは必要ない。そしたら彼は、俺は必要だと思うとか、いずれ使えるようになるなんて言い始めたんだ。彼の言っていることの意味は全くわからなかった。彼が至高の猟銃のディシアという傭兵を進めてくるまでは。そいつが進めてきたのか？そうだ、彼は意図を遠回しに伝えてきた。神王のレリクスにいるのはみんな極悪非道の悪者で、そこにいれば遅かれ早かれ悪事を働くようになる。自分はもう救いようがないけれど、せめて娘は己の思う通りに行動できない傭兵の世界から離れてくれるように、そう彼は願っていた。もしディシアがうちでボディーガードを務め続ければ、砂漠を離れて一般人になっていくことができる。だからお父様はあんなに高い報酬を提示したの？そういうわけでもないさ。彼に託された時から私はディシアを自分の娘として見ているからね。だから君が出ていくと言った時はどうしても引き止めたかった。そのためならいくら出してもいいほどに。クセラは砂漠で私とドニアザードを救ってくれたんだ。だから彼の娘を託された今、私がそれを拒むわけにはいかない。あいついつもそうだ。利口ぶって独りよがりで。クセラはディシアを雇う費用の一部を出すと言った。私は受け取らないことにしていたが、それでも彼はしょっちゅうモラを送ってきていた。それも彼の一つの思いだと思って私は受け取った。すると数年前、彼からの手紙が再び届いたんだ。それは食料、武器、薬、さらに爆薬の原材料を買うのを手伝ってほしいという内容だった。あ、それってアフマルのヒゲが騒ぎを起こし始めた頃じゃないか。その通りだ。良くない噂を思い浮かべて私も警戒し始めたよ。彼と直接会って話がしたかった。だが当時の彼はもう私と会おうとはしてくれなかった。きっとディシアを巻き込みたくなかったんだろうね。それについては私も考えたよ。彼は追い詰められてもう他に手がないから私に助けを求めに来たんだと判断した。だからいろいろと考えた末に食料と薬を提供したが、危険なものは全て断った。この程度の援助でも間接的に他の誰かを傷つけることになってしまうかもしれないということは分かっている。でもかつての恩人に背を向けることはできなかった。やっぱりそれは間違っていたんだろう。私はいくつかのことから目を背けて自分にとって一番楽なやり方を取っただけだ。あいつの居場所を教えてください、旦那様。もし本気であいつが私を巻き込みたくないと思っているのなら、今してることは全部全く筋が通ってません。私と関係を切りたいなら初めから軽々しく私をこの世界に連れてくるなよ。なあディシア、悲しむなよ。私は怒ってるだけだ。あいつのしてることが全く理解できない。わからない、本当にわからないんだ。無理だ、私には無理だ。でもあんたの言うことにも確かに一理ある。真実はまだ完全に明らかにされたわけじゃないし、ここ数年あいつが何をしてたのか、何を考えていたのか、はっきりさせないと。協力するよ。君たち親子の間に残されている問題は当人同士が直に会って解決しないといけない。だが私も彼がどこにいるのかわからない。物資を提供するだけで深入りはしたくなかったんだ。リストにはジャワードという人の名が載っている。彼は30人団にいて、昔は砂漠の傭兵をしていたそうだ。彼は武器を提供していたからキャラバンと接触もしている。きっとクセラたちの行方を知ってるはずだ。夜一人で酒場の外に座って夜風を浴びながら飲むのが好きだと聞いたよ。
行ってみるといい。わかりました。ありがとうございます、旦那様。じゃあ、旦那様とドニアザードは。お父様のことは私に任せて。正直、今はまだ頭の中がぐちゃぐちゃで落ち着かないの。お父様は確かに悪いことをしたわ。でも、このことについては正しいやり方はなかったと思う。すべての真実を三十人団に話して、彼らに判断してもらうしかないわ。ああ。どんな結果になろうとも、私は受け入れるよ。過ちを認める時が来たんだからね。